はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。まもなく1時になろうとしています。12時50分ですね。お昼ご飯にビール系飲料3回いただきまして、ふわっとしてますけど、日経平均、午後になってですね、今プラス 6.27 で、ほぼ動いてませんね。ドル円も 109.829 ですね。ほぼ動きなし。原油はちょっと上がってるんですが、67.14。まあでもまあまあ、言うほどでもないですね。さて本題いきましょう。時事 .com ですね。25日、今日の朝の7時21分に出た記事でございまして。ワクチン未接種者に警告。処分を恐れ地方が強硬策、中国と。まあ、ちょっと短い記事なんで読んでしまいましょうね。北京時事、新型コロナウイルスの感染者ゼロを目指して厳格な防疫措置を取る中国で、ワクチン未接種者に対する責任追及を警告する地方都市が相次いでいる。一方で接種実績を積み上げようと域外から未接種者を金銭で勧誘する例も発覚。中国でも接種は原則自由意思だが、感染拡大の処分を恐れる地方政府は手段を選ばない傾向を強めている。もうちょっと言いましょうね。中国メディアによると、8月中旬以降、内モンゴル自治区フフホト市、江西省南昌市、安徽省合肥市など複数の都市が未接種者が感染を引き起こした場合、法律法規に基づき責任を追及すると通知した。フフホト市の場合、未接種者は21日以降、地下鉄やスーパー、映画館、病院などへの立ち入りを原則認めていない。まあまあね、らしいといやらしいですけど、もうちょっとですから読みましょうね。一方、河北省読めへん感染誌ですか、ちょっと読めない字ですね。日本語では使わない字です。河北省感染誌では21日、市域をまたいだ接種や金銭の乱発は厳禁と発表。これに先立ち、同省武安市は、域外の住民が奨励金を受け取って武安で接種している例を発見したと認めており、未接種者の奪い合いが起きている模様だ。ワクチン接種したらお金もらえねえって、隣の省に行ってね、ワクチン接種したらね、お金もらえるんですよ。国やんか中国。中国では7月下旬以降、江蘇省南京市からデルタ株が全国に拡散、1200人超が市中感染したが、8月22日には約1ヶ月ぶりに新規の市中感染をゼロに戻した。しかしこの間、防疫対策の不備を問われ処分された地方政府関係者は約100人に上っていると。こわ、感染者出たらお前らの責任やつってね、役人がね、処分されるんですよ。処分されると、まあまあ降格とかね、その程度だったらいいんですけど、あれですね、お前はクビとか言われる可能性ありますね、あの国では。さて、この記事が伝えていることは、要はですね、中国ではですね、ワクチン接種が進んでいます。なぜ世界で最も初めてぐらいにワクチンを承認した国でして、去年のですね、もう夏頃にはできてたんちゅうことかなと思いますね。あのシノファームとか、シノファーム、シノバックとかいうのができててですね、でそれを、おう、できたでと、お前らって、ね、いや、これ打ってみとかって、盛んにワクチン外交をしておりましたですね。で、どこよりも早くワクチンが欲しいというところは、もう中国製でええから、ちょうだい買うわって言って、高いお金を払って買ってたわけですね。なんか噂によりますと、噂というか、まあ、このネット上で見ていますとですね、あのファイザー製と値段はそんなに変わらんって話です。ところが半年ぐらい前からですね、これ効かへんやんっていう話になってですね、チリとかブラジルとかでですね、これ全然効かへんやん、こんな返すわっていう話になっていました。
その中国製ワクチンがもちろん中国の国内で打たれておりまして、で中国はゼロコロナといいまして、全く力ずくでコロナ自体を抑えてしまおうという対策です。どうするかといいますと、ワクチン、ウイルスが出たって言ったらもうその地区閉鎖、家から一歩出んな、出たら銃殺みたいな、そういうことをやるわけですね。でもう食料があろうがなかろうが、もうとりあえず家から出んなって言って、でもう街中に警備員を立たせて、ですね、でそれで1週間2週間やって、でもう一回全員 PCR 検査って言って、全員やったら、あ、よかったって、はい解除って、まあそういうことをやる国なんですね、やってる国なんですね。でもうワクチンの接種なんて、もうこれはもう業務命令でございます。あの一応表向きはね、あの自由意思なんですけど、それをこう接種しない人はですね、何もできない状態に追い込もうとしてるわけですね。で何が何でも接種と。で幸いにしてね、シノバック、シノファームのワクチンは水ワクチンと世間の一部というか地球の一部で言われてまして、打っても効果ない代わりに副反応もないと言われてるんですね。ほんまかと思いますけど、それは分かりませんよ。もうちょっと経たないと分からないですけど、幸いにして水ワクチンで、どっちにも働かないと言われてるんで、打つことによって危険性にさらされるという話は今のところ伝わってきていない。分かりませんよ、あの国のことですから。ただあのシノファーム、シノバックのワクチンを外国でも売ってますんで、その主に発展途上国ですけども、そういったところからですね、あのファイザーでよく聞くような血栓が起きるとかいう話は今のところ私は認知していません。そのワクチンをですね、打て打てつって国内で打たしてるわけですね。で地方政府といいますのは中央から管理されてまして、お前のとこ接種量が足りひんとか言われたら、そんな、いやいや、そんなって頑張ってんのにって、お前何としてでも接種して集めようやつって、どっからでもええ、境で接種する人呼んでこいって言って、ほんでそのこう隣の州からですね呼んできて、接種したら、じゃあ君にいくらあげようとか言って、物をあげるとかって、そういうことだったわけです。このコロナ騒ぎでして、中国はですね、こう権威主義対民主主義の戦いでどっちが勝つかということで、権威主義の方がより効率的なんやと。権威主義というのは要は人権なんか無視してもですね、その中央政府が 独裁権を振るうてですね、強制的にいろんなことを人々にさせられるというのが権威主義でして、まあ今は独裁国家ですね。で民主主義っていうのは人々のですね人権を重んじるんで、なかなかその政策が思うように進まないって、どっちが勝つんやって、俺らの方が勝つんやって、じゃあ権威主義の方が勝つんや、ほら見ろみたいなことを言いたいわけですね、中国は。だからもうゼロコロナで封じ込んで、おらーって、俺らはもうコロナに勝ったでと言うてたんが半年くらい前でしょうかね。ところがですね、やっぱりそんな抑えきれへんやんということですね。そんなウイルスがね、言うこと聞いてくれるわけないんで、抑えきれずにですね、ポチポチと出てきていました。出てくるたんびに、さっき申しました通り、おら、ここ全部閉鎖とかってやってるわけですね。で、彼らは、なんといっても、来年2月に開会式があります、北京五輪というのを大事にしたいんで、とりあえず北京だけは絶対ゼロコロナ守るんやって言うてるわけですね。それで、五輪はやるそうなんですよ。でも北京、あのね、外国人は北京にいきなり入れないんですよね。どっか天津とかに入って14日間でどうもなかったらどんな来てええよって言われるわけですね。これ外国の要人にしてもそうでして、外国の外交施設であろうとですね、北京では会談しないですね。まあ地方で会談するわけです。最近は天津なんて名前をよく聞きましたけど、そうやって北京は守ろうとしてるんですけども、北京五輪で選手団が行ったらそんな絶対持ってくるやんっていう世界ですね。ものすごい検査をするんでしょうね。あの PCR 検査っていうのは唾液でやるんですけど、日本はね、あの肛門でやるのが一番あれが高いって言われてるんです。その正確度が高いというふうに言われてました。一時期外国人は全員肛門でやるっていうことをやってました。でそれは人権問題やみたいになって、今はどうか知りませんけどね。どうか知りませんけど、とりあえず彼らは権威主義ですね。中国共産党はコロナウイルスなんかに負けへんでという、それでもってですね、ゼロコロナに抑え込もうとしてるわけですけども、
まあまあ、まあまあ、そんなうまくはいきません。どうせ君らが作ってんのそれ、みたいな、私は思ってるんですけど、君らが作ってんから、必ずね、毒薬を作る場合は、解毒剤も一緒に作るんですよね。間違って自分がそれを入れてしまった場合、助かるためのものっていうのを作るんですけど、ちゃんと作っとけよと思うんですよ。少なくとも今のですね、水ワクチンではなかろうという気はいたしますね。だから、解毒剤を作る前に漏洩してしまったのが今のコロナではないんかいなという気がいたしております。このジジドットコムのあれは貼りません。これもちょっとね、貼りませんので探してください。ワクチン未接種者に警告、処分を恐れ地方が強硬策中国ということで、この記事、今全部私、今の動画で読ませていただきました。まあ、見たいという方はですね、このタイトルに従って探していただいて読んでいただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。